はい、皆さんおはようございます。お、かかってきた。もしもし。はい、はい。愛子ちゃんおはよう。もしおはようございます。寝起き？なんか声が疲れてるけど。いや、今これからあの空港に向かってます。成田空港。そっかそっか、北日とあれか、コラボか。そうなの。あ、そっかそっか、北海道行くんだ今から。あと翌日ももくんと。あ、そっかそっか、ももくんとも会うんだ。いや、11月にさ、はい、イベントやるんだけど出てもらえないかなと思ったんだよ。11月何のですか？トークイベントをやろうと思ってて。私喋るのダメなんで苦手なの。いや、喋るの上手いでしょ。うまくないですよ、緊張しちゃいますよ。嘘。トークテーマ1個、12個のパネルから選ぶ感じなんだけど難しい？え、無料ですか？ね、勝ち上がっていくと賞金が出るって言って、5連勝すると5万円出るって感じ。私、うん、にはあ、もしもし、出るんですか？賞金が5勝すると5万、4勝で2万5千、3勝すると1万っていう、あの、賞金制なんだけど、難しい？あれ？もしもし。あれ？ちょっと電波悪いな。もしもし。もしもし。もしもし。難しいかな、今。おはようね。ちょっとごめんね、愛子さん、電波が聞こえないかな、電波が悪くて。もしもーし。あー、切れちゃったな。ダメだ、電波悪いわ。うん、海洋植物さんいらっしゃい。胃は痛いですね、相変わらず。胃は痛いですね。電波だね。電波が悪くてダメだったわ。テラマスター、あ、成田エクスプレス乗ってるんだ。じゃあダメだね。ちょうど山ん中走ってんじゃないかな、畑とか。そうだね、頑張るよ。海洋植物さんありがとう、頑張ります。9時に空港着くみたい。あ、そうなんだ。じゃあ今もう、まっただ、ど田舎、まあ走りまくってる感じだろうね。あと MC、 男性ばっかりだな。宣材写真も用意しないとな。
富さんね、まあでもメンツはだいたい熱い感じになってきたと思うよ。お、ありがとう。いただきます。メンツは熱い感じになってきたと思う。なかなか。あ、ごめんね、愛子ちゃん。愛子ちゃんね、ギャラは出る感じじゃなくて、賞金が出る感じなんだ。電波がなくて伝えられなかったんだけど、3勝す、えっとね、1勝すると1000円、2勝すると2500円、で、3勝すると1万円、4勝すると、10月出れる？ OK？ OK？ 賞金っていう形になるけど、あと、物販ブースは用意できるから、そこでお小遣い稼ぎができるような。ビリはもう、ビリとかじゃないの。愛子ちゃんがトークをする感じなのね。対戦者と。で、ビリっていうか、一回でも負けちゃったら賞金はない。だから、勝つとマックス15分ぐらいとか20分ぐらいで5万円もらえるっていう企画なの。だから、申し訳ないんだけどね、ギャラは、ステッカー作って販売するブースはちゃんと用意できるよ。どう？ OK？OK かな？トークで戦うっていうよりも、今ここにピンク色の話題出てるじゃん。この中で愛子ちゃんが一つを選ぶの。この中で一つを選んで、1分ぐらいその話をして、どっちが面白かったかっていうで、3人の審査員に審査してもらう感じ。OK！ ありがとう！愛子ちゃんありがとう！助かります！愛子ちゃんありがとう！愛子ちゃん！愛子さん決定です。モンスター愛子山さん、ありがとう。じゃあ企画の概要を送るね。ありがとう。企画の概要を送ります。ありがとうございます。愛子ちゃんよろしく。11月なんで予定送ります。わたあめありがとう、森下さん。わたあめありがとう。ありがとう、愛子ちゃん。よろしくお願いします。いや、盛り上がるね、これは。モンスター愛子でいいのかな？モンスター愛子。愛子ちゃんありがとう。愛子ちゃんありがとう。愛子ちゃん出演決定ありがとうございます。モンスター愛子。モンスター愛子。その時に物販売っていいんで全然。よろしくお願いします。愛子ちゃん、これは盛り上がるぜ。よろしくお願いします。ぜひ5万円ゲット、5連勝してください。もしくは3連勝で1万円のね、賞金も出るんで、3連勝して撤退しても構いませんので、ぜひぜひ稼いでください。物販プラス、まあ15分ぐらいで1万円だったら結構ありだと思うんで。あ、いくちゃんって呼んでんの。よろしくお願いします。あいこと、あいこ、モンスター、12341234567891名。すげえ豪華になってきたね。すげえ豪華になってきたね。いいんじゃない？これ。いいんじゃない？
いいんじゃない？これは。ロフトプラスワンには連絡はしてあるよ、トーマスさん。で、企画書を今度お持ちしますっていうことは伝えてあります。はい。よいしょ。いやー、いい感じだね。参加者残り6名だね。チャレンジャー残り6名。参加者残り6名。いい感じだね。スムーズじゃないよ、全然。もう4日かかってるんだよ、ブッキングと企画固めんのに。ヒカル君に電話してみようか。おはよう、大島さん。おはよう。佐金町、おはよう。ハル君起きたら LINE 来る。そうだね。あ、そうだ、のんちゃん。ペラリンピックのロゴを作ってもらいたいんだ。忘れてた。
できる。俺がさ、綺麗にパソコンでトレースするから、ラフの下地の絵を、線を描いてもらいたいの。頼むよ。え？え？何？ロゴを描くの？ロゴっていうか、ちょっとこれ、はい、これに描いてもらいたいんだけど、大きめで描いてもらいたいんだけど。あ、銀梅さんは多分来ないっすよ。大丈夫だよ。うん。大丈夫だよ。心配しないで。イベントなんで、その辺は。コミカルな感じで描きたいのね。で、俺はこのイメージ。これ。こういうのをベロベロベローみたいに、舌をデフォルメして長く。何個かこういう感じで描いてみて。お願いします。松葉くずしさんはどつ、おはようございます。愛子さん決定しましたね。うん、頑張るよ。バタフライテールも頑張ってね。いってらっしゃい。チャボ、わたあめありがとう。チャボさんありがとね。よっしゃ、いい感じに決まってきた。あとはペラマスターだけだな。ペラマスターだけだ。
イベントですね。イベントやります。え、腹立たないよ。どうした？なんかあった？パラリンピック。おはようございます、プチさん。おはようございます。徐々に決まってますよ。豪華メンバーになってますよ。メリンコさんワード2、バーガーさんありがとう。いい感じだよ。からのオファーは来てないですね。ロンタリからのオファーは来てないですね。ロンタリってどこ住んでるんだっけ？ロンタリ出たら面白いのにな。頑張ります。シャボありがとう。また来てね。こんな感じ。うんとね、いいね。うま、早っ。もっとボリューミーにさ、こう口を開けてる感じでベラベラってできる。唇を強調するような形でふっくらさせる感じで、もうちょい大きく口を開けておしゃべりしてる感じで。あ、ドレさん決まりました。わたがし3個ありがとう。あ、生産はいないよ、今。今日晴れてる。のんちゃん、こんな感じ、こんな感じ。デフォルメされた。こんなんかける？こういうファニーな感じがいいの。うん、唇を強調するっていうか、こういう感じがいいね。愛子さん出ます。ゆっきーさんおはようございます。ドレさん OK いただきました。おい、声はジェバド2、おはよう。ヒカルくんはね、連絡ついてないけど、テルチャンピン、新八丁、みやびくん、ドレさんが決まってます。今決まってるのは、MC ワド、
ペラリストの中に深夜庁テルチャンピンみやびくん、どれの深夜食堂さん、予算は、ダメでした。チャレンジャーに荒野海宝バブー達彦、アメリカ人中西マン、アキラッパジェダイ、カッシーニ、トムソーヤ池上愛子さんの9名かな、10名か、10名の、チャレンジャーが決まってます。お父さん全然聞いてください、なすびさん絶リンピックは審査ダメだったんだ。審査員に香川さんとか結賀さんをお招きしたいですね。審査員に香川さん、結賀さんをお招きしたいですね。イベントで協賛はしますか？します。はい、協賛、募集しないと赤字30万ぐらい出ます。協賛大募集です。はい、ぜひぜひ、僕のプロフィール、ふわっちのプロフィールに LINE が書いてありますので、協賛いただける方はぜひ協賛よろしくお願いします。もしくは LINE にご連絡いただきたいですね。香川さんの、まあまあギャラの話はね、誰々がいくらとか絶対公表するつもりないんで。相談です。付き合って1ヶ月で同棲ってどう思います？全然ありだと思いますよ。恋愛は自由ですから全然ありだと思います。ワンナイトラブ、その日から同棲、全然ありじゃないですか。全然ありだと思うよ。まあだけどそれで失敗する可能性もあるからね、なんとも言えないけど、うん、お付き合いは自由じゃん。恋愛に形なんてな、どんなスタイルでもいいと思うし。参考に行ったらトリビアの話してくれた T 君と一緒なら出たいそうだけどな。あ、いいかもね。参考いいじゃん。全然。広告などはステージに貼られますか？ですね、まず今考えてるのですよ、現時点で。ステージに、企業名などを出してほしいっていう人を出さないでほしいっていう人がいます。配信者のイベントなんで企業名個人名は出してほしくないっていう方が いるんで、それは伺います。動画を作るんですけど、 YouTube の最後総集編で動画を作るんですけど、そちらの方には協賛も載せることも載せないこともできます。でイベントの最初と最後に協賛の名前は言おうと思ってます。で、出す出さないは個人の自由ですね。その企業様にクライアント小手版を読み上げてほしいとか、最初と最後に僕が読み上げるのと、看板は絶対つけようと思ってます。はい、協賛ので、動画の方には協賛、必ず載せようと思ってます。出たいというか出そうな感じ。出る場合は予約制ですね。僕の方にご連絡ください。協賛は大募集してます。出す出さない要は名前を伏せてほしい場合も受け付けております。ペラリスト一人の対戦相手は和道さんとその人以外には内緒で、因縁ある人をドッキリ踏み出しさせて論破したら。俺はね、ペラリストの選定はしないです。そうするとダメなんで、ペラリストの5人が決める感じですね。プレイヤーが出てきて壇上に上がって、ただプレイヤーは5人全員引きずり出すことはできるから頑張ってください。ペラリストの中で決めてもらいます。5人の中で。あ、なすびさんありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。
その辺も腕だよね。誰に誰ぶつけてくるのかっていうのは。その辺はプレイヤーの人に任せる。ペラリスト、プレイヤーに任せようと思ってますね。ノックね、うん。全然、どんな人でも、チャレンジは受け付けようと思ってるんで。ただ、人数に制限があるんですよ。人数に制限があるので、早めにお問い合わせください。もう残り6席しかないです。残り6席です。いや、僕がペラリスト。要は、その、チャレンジャーは誰でも受け付けようと思ってるんだけど、俺が賞金出すわけじゃん。だから、その、俺が、その、この人ならペラ大丈夫だろうっていう人を選んでる感じですね。要は、その、チャレンジャーで賞金持ってかれちゃう感じでしょ？だから、俺がこの人を信頼できるペラ上手い人にお願いしてる感じ。閲覧ではないです。チャレンジャーは、誰でも受け付けるっていうスタイルなんで。で、僕から達彦にお願いしました。ありがとうございます。ナスビさん、ハートありがとう。ありがとうございます。嬉しいです。そんなやめてください。ハート10個ありがとうございます。閲覧の差は関係ないですね。それこそ、荒野とかさ、愛子さんとか閲覧持ってるからね。そうそう、アムチ一家とか、チーム3人まで組めるから、まあ、なるべく早く、お願いしたいですね。ブッキングの関係があるんで。僕からお願いしちゃうんですよ、うん、プッチンドルさんいらっしゃい。あと6名、あと6組。あと6組でチャレンジャーは締め切ります。あと6組です。誰からのチャレンジも受け付けますよ。いいですよ、もちろん。ただあんまり閲覧少ない場合は3人でチーム集めてくださいとかアドバイスはさせていただきますけど、お問い合わせしてほしいですね。閲覧少ない人に売名をするチャンスをこうお願いするっていう形なんで、あんまり閲覧少ない人の場合はオーディションをさせていただきます。あんまり閲覧が少ない人の場合はオーディション。
たまちゃんは誘う気はないですね。あのチャレンジャーの方で受けは全然受け付けようと思いますけど、たまさんにあの MC、 MC、うん、ちょっとたまさんは今回の企画違うのかなとは俺は思ってる。プレイヤー全然俺も自分がやりたい企画だからやりたいよチャレンジャーでもやりたいよ。はい、カオさんはだつ。こうやとココロちゃん組んでもらえないかな。それよくない？こうやチームにわとココロちゃん入れてもらいたくない？おはようございます。風船10個ありがとう。わとココロちゃん来ないかな。そうだね。でも MC は俺がやるから、あの大丈夫だよ。女性を呼ぶ。チャレンジャー決まってきてるし、ペラリストも決まってきたよ。あ、いいじゃん。ココロちゃんが新野鳥が出てきたら、ココロちゃんが暴露話ね、生々しい話でねキュンとする話とかね、それ面白いじゃんね。ここだけの話とかね、この3つだよね。生々しい話、キュンとする話、ここだけの話、この辺でココロちゃんがペラるっていうね、めちゃめちゃ盛り上がるよねすげえ盛り上がるでしょ。さとみさん連絡先知らないよ俺。そうですよね、トークが見たいって感じですもんね。やっぱり僕もそうですね。だから別に話面白い面白くないじゃなくて、暴露系のトークとかもあるから、自虐ネタを失敗した話とか、ひどすぎる話とか、どうにでも持っていけると思ってる。もし見たい人がいたら、みんな和道の和道に連絡して出てよって言ってください。もう正直チャレンジャーあと6名なんで、問い合わせ来てるんで、問い合わせ来てる方々を優先していこうと思ってます。あ、いいじゃんいいじゃん、これ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 いいね。あ、のんちゃん、これをさ、じゃあさ、大きめにさ、あのこの辺にこうこう書いてくんない？ここにのんちゃんが書いてくれた、のんちゃんが書いてくれた、これがペラリンピックのロゴにしたいと思います。ペラリンピックのロゴ、のんちゃんが書いてくれた、これをイラストレーターで後で清書します。これどう？ペラリンピック、これどう？ペラリンピックのロゴ、いいね。のんちゃん頼むわ。のんちゃんありがとう。うまいね。美大、もともと。さすが。うん。ドレさん出ます。ドレさん出ます。おー、テル、いらっしゃい。テル、よろしくね。テルの仲間、深夜町、テルジャンビ、みやびくん、ドレの深夜食堂です。テル、頼むぞ。
賞金出てるから頼むぞ。負けると俺大赤字どころじゃないよ。頼むよチャンピン。そうだよ、負ければ負けるほどマックス5万円払わないといけないんだよ、その場で。あ、三重なんだ。なかなかな。テルチャンピンはペラリスト枠でお願いした。トーク苦手だっつってたけど、あの俺から無理言ってお願いした。信頼できるメンバーがいいから。信頼できる人にお願いする。テレジャンビン面白いよね。テレジャンビン暴露系のネタとかモノモース系のネタとか絶対持ってるから。気が固まってきたねメンツと。いいね。あ、ごめん、まだ有給入れないで。確定ではない、確定ではないんで、まだ有給取らないでくださいね。あの企画書を作って、もうそろそろあの運営さんに僕問い合わせるんで、企画書を持って、まだ有給取らないでください。レイアウトを持って、これだとさ、ブヨーンって感じだ。
だろうね、こう波打つと。即完売はするかな。150人集まったら相当盛り上がるよね。ぜひぜひ皆さん遊びに来てください。チケット販売したら11月の25で今組んでるけど、まだ確定ではない。イベントを見に行く特権はないですね。生でこの人たちと物販が買えるとか、まあ、あの楽屋席はないんですよ、チャレンジャー席には。だから目の前でその見ながらみんなで飲める。やっぱイベントごとでその見に来たら特典つけちゃうと、あのなんつうの、生で見に行くことにこう価値を見出していただきたいっていうか、申し訳ないんですけど、生で配信者と触れ合えるっていうところにこう魅力を感じていただけると嬉しいですね。っていうのもやっぱ予算がどうしてももうギャランティーの問題でカッツカツなんですよ。正直僕これで黒出そうと思ってないんで、あのなんて言うんだろう、黒は出すつもりなんですけど、儲けるよりも場を盛り上げることに集中したいんで、客席が埋まるとか、あ、撮影会とかね、撮影会はまあ会場の中でみんな OK 出すと思うよ。この写真撮ってくださいっていう、うん、握手会や写真撮影会などはスケジュール的に無理なんで、あのこう物販席にいるんでそれぞれ握手対応してくださいっていう風にアナウンスはしておきます。あの物販来てくれるんで写真撮影とかその握手とかの対応はあの心よく引き受けてくださいっていうお願いはしておきます、僕の方から。あのそれはで、例えばその気に入りの配信者とかに会場でご飯食べるとか声かけてあげると嬉しいです。観客として来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 て、もちろんね、僕とか握手とかサインとかあのステッカー販売とか写真撮影とか心よく引き受けさせていただくんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。まあ各配信者全員やってくれると思うんで、あーちゃんおはよう。あ、いいね、いいね、いいね。うん、うん、うん。もうちょい太めにできる、先っぽの方。先っぽの方っていうか、その、ベヨベヨの方。丸いポップな感じで。先を尖らせる感じじゃなくて。あ、いいね、素敵ね。まあ各自その配信者にチェキ用意してもらうっていうのもあるかもしれないし、その物販の売り上げは僕はかすめ取ろうと思ってないんで、各配信者にあのお願いします。そこはアナウンス流しておきますね。物販とチェキとかやって特典をつけてあげてくださいっていう、あんまりね、1000円とかでやってあげてくださいとか。
なるほどなるほど。写真を、ああなるほどなるほど、そういうことか。ツーショットで撮るんじゃなくて事前に撮っておいて販売するっていう形だ。はい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 、なるほど。それだったらいいね。プロマイド的に売るんだ。なるほど、確かにそれだと時間食わないですもんねそうだね、ドレさんのライターの販売みんな見に来てね。みかんの山さん、ハート5個ありがとう。ありがとう、ハート。いやでも、あーだいぶまとまってきてありがたいな。ありがたい、本当にみんな。ドレさんのライター欲しいよね。水にはダメだった、トラオさん。ダメだったね。ごめん、さっきの方が良かった。もうちょいその先の感じをこう、うまい感じでなんかこういろいろ書いてみて。ごめんね、のんちゃん。いってらっしゃい、矢野ラッキーさん。あーどうだろうね、まあまあその辺はあんまり焦ってないかな。ヒカルくんは多分出てくれるって言ってくれると思うから、うん、何回も絡みがあるし、うん、多分大丈夫だとは思うけど。
ありがとうのすみさん、ラムネラムネありがとう、のんちゃん一服してねって。なすびさんありがとうございます。1回 OK 出たんだけど、あの予算が来ないんならやめとくわって、うん、大変ですね。姫にはいらっしゃい。おはよう解放、おはよう。衣装は出ないね。衣装は出ないですね。とかね、うん、どうだろうね。ことか来てくれたら MC お願い。あ、ことかか。ことか。ことかに MC お願いしようかな。ことかか。なるへそ。ことかね。ボブリシャスは来ないでしょ。ボブリシャスもいいね。なるへそ。よかったらさ、解放提案なんだけど、解放電話できる？解放提案したいんだけど、解放電話できる？提案があるんだよね、俺解放に。ことかは前連絡先知ってたけど、今知らないな。前は知ってたけどね。
LINE がぶっ壊れたな。会場が空いてないっていう理由だね。11月なのは。あ、ごめんね、お疲れ。あ、おはようございます。思ったんだけどさ、解放さ、はい、あの一人だと緊張するから、誰かとタッグ組めばチーム3人までいけるから。3人まで、うん、でも私がそうだな、声かけれるっていうかお願いできるって言ったらロハコさんぐらいしかいないかもしれない。ロハコさんは出ないって言ってたよ。だから今既存で決まってる人と組んで出ればいいんじゃないの。それだったらほら負担が減るじゃん。うん、うん、あ、今決まってる人でお願いするっていうこと、うん、そう組むの。誰か知り合いないの、この中で。知り合いないの、この中で配信者の。いや、まあ荒野は合ってるけど、うんうん、連絡先は知ってる。荒野の荒野は、うん、わかるわかる。俺から荒野に話してみようか。あ、うん、じゃあお願いしたい。あ、本当に。それだったら負担減るでしょ。うん、うん、そうだね。一人じゃねえ、ちょっと、緊張するでしょ。ほら、項目が決まってきたでしょ？うん。いっぱい。うん。それ見てからね、うん、私できるかどうか、不安になってきて。うんうんうん。OK、うん、じゃあ、荒野に話してみるわ。うん。OK、じゃあ決まったら放送見ててね。はいよ。うん、はい、わかりました。うん、頑張ってね。はいはい。はい、ありがとう。うん、こうや。あ、ハート10個ありがとう。おはようございます。おはようございます。あ、寝てたか。ごめんね。起こしちゃったね。あ、大丈夫ですよ。今夜さ、あのイベントのことで相談があったんだけど。はい。あの、解放ってわかるでしょ？配信やってるふわっちで。わかりますよ。で、解放がピンで出るのをやっぱプレッシャーかかるらしくて、今夜とチームで出させてもらうことってできないかなっていうお願いだったんだけど。チームですか、うん、俺とですか。そう、なんか解放が知り合いなの、会ったことあるの荒野しかいなくてさ。あ、うん、どう、微妙。荒野ピンの方がやりやすいかな。そうですね。うーん、ピンの方がいいか。はい、そうか。 OK、 分かった。うん、あの、はい、出演者が決まって荒野が対戦する相手なんだけど、深夜食堂テルチャンピン、はい、宮城くん、どれの深夜食堂になってる今。はい、わかりました。うん、うん、また決まり次第連絡させてもらうから、ごめんね、よろしく。はい、よろしくお願いします。うん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。失礼します。はい、失礼します。んちょっと厳しいか。荒野はピンで出たいみたいな。まあ解放が、まあチームの賞金減るからね。だからその辺はほら、解放が賞金手放すっていうことで、あの荒野に連絡するとかさ。まあでも配信者だったらピンで出た方がチャンスはあるとは思うけど。ブラッディーマリーと焼酎全然違うドリンクだね。
ピンがいいってね。いや、まあ、荒野はピンで行った方がいいかもね。まあ、チャレンジ企画だからね。アキラッパさんとも会ったことある？アキラッパに連絡してみなよ。チームで出させてって。ただ、賞金のこととかは解放で決めないと。やっぱり。まあ、でも、まだ席数空いてるから、ピンでやった方がいいと思うよ。アキラッパと連絡先知ってる？アキラッパにお願いしてみたら。アメリカ人は本気でやるって言ってたから、多分解放チームに入れないと思うのね。あ、これだと文字入らなくない？もんちゃん、うん、でやっぱりもうちょいさっきの方がいいわ。ごめんね、のんちゃん、何度も。うん、こっちの方がいいな。うん、こっちでもうちょっと先をこう上に行くんじゃなくて、もっとこの辺まで、ここに入れたいから、ここに文字入れることになっちゃうじゃん。潰れちゃうから、もっと こういう感じで入れるから、こういう感じ。うん、あ、こうすればいいんじゃん。ここのさ、上にベロベロベロって上がってるじゃん。で、こう横に伸びる感じ、ペロンってこうビッて。うん、女性の範囲、まあブッキングに関してはさ、しょうがないよ。うん、そうだね、賞金が出る企画だから。まあでも解放は絶対出た方がいいよ。有名になりたいって言ってる配信者だから、どん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 出た方がいいと思う、こういうイベントには。まあ、愛子さんとは面識ないでしょ。解放、初見さんいらっしゃい、楽しんでいってください。よろしくお願いします。おはよう、ゆうすけ。ドクドメイジンはどっちです。よろしくお願いします。そうだよね、ピンで出れるからね。愛子さんとは、あー、そっかそっか。うん、まあでも俺はピンの方がチャンスはあると思うよ、配信者として。ピンで、だって捨て頃に出るって、捨て頃もっと規模でかいんだよ。300人の前でやるわけじゃん。で、解放捨て頃出たいって言ってるわけでしょ。で、殴り合いの方がもっと大変だよ。だから舞台慣れしといた方がいいと思うよ。あ、そう？エースさん。本当に？そうかな？どうなんだろう。どんな想像をされていたのかわからないんですけど。よろしくお願いします。あの、一期一会で、出会いなんで。もしよかったらフォローしていってください。戦車だいぶ決まってきましたね。おはよう、上級店員さん、おはようございます。怖い方悪名高いんで申し訳ないです。おはよう、みんな。あ、もしよかったら、2分間アイテムを流します。アイテムじゃねえや、2分間音楽流します。1時間経過ごとに、
アイテムを頂戴しますので、もしよかったら、放送応援してくれる方はアイテムください。それではアイテムタイムスタートです。フォローありがとうございます。フォローありがとう A さん。解放のアイコン俺が作ったんだよ。解放のアイコンは俺がやった、うん、ねえ解放頑張って、チャンスだから。バーガープレゼントありがとう、コプちゃん。バーガーありがとうございます。おい、クソカスカオスバーガーありがとう。ニャコバーガーありがとう。ニャコハートありがとう。エースさん風船5個プレゼントありがとうございます。濃い味バーガーありがとう。ありがとうございます。ぜひみんなで、盛り上げていきましょう。解放プレゼントありがとう。解放プレゼントありがとう。アイテムありがとう。なすびさんハート10個プレゼントありがとう。ゴールデンさん風船ありがとう。ありがとうございます。皆さん、そう、解放のサムネは絶対この方がいいって言って、このサムネは絶対インパクトあるからって言って、俺が無理やり解放嫌がったんだけど、このサムネになりました。俺は結構売れるサムネだと思うし、このサムネ結構インパクトあるよね。なすびさんラムネ5個ありがとうございます。いいサムネだと思うよ。バーガーが3個ありがとう。ご覧の番組はアイテムをくださっているリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでってください。モンカツ合わせありがとう。できました。お、できた。ちょっと待って、いいねいいねいいね、これで決定だな。ありがとう。一つはこの消しゴムの部分を消してもらっていい？あ、いいか、まあ消せるんだったら消して。バーガープレゼントありがとう。ロゴができたよ。のんちゃんさすが。これインパクトあるよね。結構いい、いいサムネだよね。俺もなんか解放羨ましいなと思って、記憶に残るサムネはあの売れる条件だから結構大事だよ。リスワンとか撮るときとか結構目立つもんね。ありがとう、できました。これどう、みんな、のんちゃん作の、のんちゃん作、これ良くない？あ、アリスか、ごめんね、アリスさんね、アリスさんよろしく。どうすか皆さん、ちょ見づらいね、一回消すよ。ペラリンピックのロゴです。どうでしょう、良くない？みんなのんちゃんにパチパチお願いします。ペラリンピックのロゴ、これをトレースします。後でありがとう、のんちゃん、サンキュー。いいねいいねいいね、いいよね、ペラリンピックつって。できました。いいよね。いいねいいね。そうね、アイテムはトークの対価だね。見た目地味だけど、うん、いい感じだこれ。そうだね、それイラストレーターでやるから、のんちゃん教えてよ。おはよう、こうや。おお、こうや、いいよ、アイテム。
風船100個ありがとう。おはよう。悲しいな、後輩からアイテムもらうようになっちゃったよ。ハート10個ありがとう。うん、息子がのんちゃんは歌も絵も上手だねって。のんちゃん息子さん11歳の人が、のんちゃんは歌も絵も上手だねだって。ありがとう、ありがとう、ありがとね。ハート10個ありがとう。のんちゃんのファン地味にいるんだよね。あれ、さっきのイラストどこだった？参考にしたイラストがこれか。のんちゃんさ、アメコミ風にしたいからさ、これ見てもらってもいい？このさ、縁を太くするじゃん。この線もさ、どうしようかな。こういう感じに線太くできる？いや、イラストレーターだと線を取る。いや、イラストレーターだと線を太くする感じじゃないんだよな。なんて言えばいいんだろう。ね、線はこっち側で書いてもらいたいの。こっち側の方で。だから、カラーはイラストレーターで入れるんだけど、その線をこういう風に仕上げちゃってもらいたい。手書きのタッチでいいから。俺がそれをトレースするから。その影っていうの、影っつうか、その分かる。これのデータ送ろうか。ちょっと待ってね。のんちゃん、あれです。のんちゃんは、リスナーさんです。ありがとう。バガありがとう。ハートありがとうね、ボンちゃん。ツールを平筆みたいにトレースすれば、なんかね、手書き感を出したいんだよね。そのイラストに関して言ったら、だから最後ラスタライズするときに、トレースで線引いてラスタライズするんじゃなくて、その細い線で引いて輪郭をで線を色分けして塗りつぶしちゃおうかなと思って。ペジ曲線わかんないけど、うん、のんちゃんラブだって、ペジ曲線ってなんだろう。っていうか俺もいられ最近使ってないから使いこなせるかな。久々やるわ。いや、自分さえ良ければいい。どっちもいらない。どっちも聞きたくない。どっちも聞きたくない。っていうか、自分さえ良ければいいが言うことは、もう容易に想像がついて、なんて言うのかな。俺が多分一番分かってると思うの。だけど、それは、なんつうんだろう。言っちゃいけないことだと思うよ。もう先手を打つようであれなんだけど。そうそうそう。俺が一番気づいてるけど、
なんていうのかな、好意でやってくれてる人に対して失礼じゃない？それを言うのってって思うけど、どう思う？自分さえ良ければいい、うん、まあリスナーさんは何書いてもいいんだけど、うん、そのなんていうの、うん、っていう感じかな、うん、初見さんいらっしゃい、ぬこ様。言いたいことを言ったらさ、いらん意見は言わない。でもまあ大体想像つくよ。メンツが弱いって言いたいんでしょ、簡単に言ったら。集客できんのって言いたいわけでしょ。でもそれを責任を負うのは俺だし、金出すのは俺じゃん、うん、だから応援してくれる人を大事にするっていうのが俺の役割だと思ってんだよ。出演者がどうこうっていうのは、あの、なんて言うんだろう、それを言って何になるんだと思っていて、出てくれてる人に対してあんまりそういうのは失礼だと思ってて、俺はこのメンバーと一緒に盛り上げるっていう、うん、それが僕の役割だと思ってるんで、出てくれてる人に感謝をしてるし、あんまりその悪口聞きたくないかな。ごめんね。別に言ってもいいよ。言ってもいいけど、俺は気分はあんまり良くないよ。うん、ねえ、じゃあ石川のりゆき呼べんのって話じゃん。うなちゃんま呼べるのって、自分がイベントやったらっていうことになるじゃん。で、その自分ができるんだったらそれを言う権利はあるかもしれないけど、なんだろう、ヤジを聞いてもあんまり気持ちよくはないですね、うん、だからその建設的なアドバイスだったらいいんだけどね、まあ、石川さん呼ぶんだったらこういう手があるんじゃないのとかさ、前向きになる意見。ただその反論をするには代案が欲しいって感じ。俺は反論はいらなくて、その俺が問題点一番見えてると思ってるから、もちろんいいイベントにしたいし、代案が欲しい。反論はいらない、代案が欲しい。うん、きっと嫉妬してるんですよ。いや、そういう感じじゃないと思うよ。なんかね、リスナーさんのコメントでここまで良くなってきたわけじゃん。こういうテーマにしようとかさ、こういうイベント名にしようとか、それでアイデアを出した人のおかげだと思ってるから、みんなで作ったわけじゃん。そう、うん、初回っていうのもあるから、大手配信者もどんなのかわからないんじゃね。成功したら2回目から、そうだね、成功したら2回目はやりやすくなると思ってる。うん、えぐい方法あんの。ノル、うん、さん出ますよ。ノル、うん、さん出ます。今メンバーはこんな感じね。ねえ、来てもらいたいよね、桃奈々ね。来てもらいたい。いろんな人に参加していただきたいと思ってるよ。荒野、ちなみに何選ぶんだろうね。この12個のお題の中から何選ぶんだろう。楽しみだよね。ポンスケさんとはまだ連絡取れてないですね。
あ、いいね、いいね。もう少し太くしてもらってもいい。太くできるところは。旅はもうあのやらないっていうことを正式に発表させていただいてますよ、ミニくんさん。今できることをやるって決めてるから。そうだね、うん、楽しもうと思ってる。パラリンピックのステッカーは販売しますね。あの販売をします。あの少しでも黒字化するように、あのパラリンピックのステッカーを作ろうと思ってます。旅資金は俺集めたことないですよ。旅資金は一回も募ったことないですよ。プライベートなお金でやってますよ、旅資金、旅は。理由はね、ちょっと釈迦のこととね、イベントのことと、イベントっていうか、まあプライベートで仕事で忙しくて、ちょっとタイミング的に難しいかなと思っていて、うん、総合的に判断して無理だと思ったから、時間ができて、あの余裕ができた時にやります。カクついてる？もしよかったら入り直してみて。一応こっちの方ではカクついてはいないかな。ステッカーは会場で販売します。会場と郵送で販売しようと思ってます。
旅に関しては結構もうあれだよ、もうしょうがないって理解してくれてると思うけどね。うん、まあその時間ができたら必ずねやろうと思ってるから、もうその物理的にできないのは仕方がないからさ。申し訳ないっす。できることをやります。ニコ生ね、ニコ生の人も参戦してもらえると嬉しいけどね。ぜひぜひ。ニコ生からはカッシーニが今参戦決定してます。いいねいいね、ありがとう。ノレさん審査員じゃなくてプレイヤーでお願いしました。いいね。うん、いい感じでございます。うんうん、ありがとう、のんさん。あとでデータを取りに行こう。はい、ワドツー。ラムネありがとう、匿名さん。おはよう。おとつです。これをじゃあイラストレーターで取り込んでトレースしてロゴ化します。これをロゴを作ります。うん、あとはね、協賛の企業さんとかご支援いただける人から間口を募ってなんとかやっていくしかないな。頑張ります。
じゃあ俺は一回休憩しようかな。また後で放送しようと思うんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。毎日お疲れ様です。皆さんありがとうございます。本当にいいアイデアたくさんいただいて嬉しいです。じゃあお疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。